場の属性変更だかなんだかをできなきゃいけないんですよね。いや打ち上げられてんな。テイクいくつかかるかな。どうせスコール打たれたら 100% 源武氏に戻りますし、ゴリ押しでもいいかと。あ、まあ血走りはダメージはないのか。これで属性変わったのかな。あ、回復しなかった。じゃあラビーは毎回地走りでいいかな。ひたすら疾風剣と地走りでグイグイといっちゃいますかね。ただちょっとユリアの技ポイントが非常に少ないのが気になるけども。うん、回復してない。これでいけるか。あ、回復、まあ回復はこまめにだよね。おお、あれ回復しちゃった。もうは？おお、まあその分回復されたからめっちゃ意味ねえな。あ、今しなかったの回復。あーやばい、 HP がちょっとまずいですね。はい、あかんあかんあかん。火星の砂でアスカにするのもありです。あ、そうだ、持たしてたんだ、忘れてた。はあ？それはないわ。どうすんのよ、ユリアいなかったらダメージ当たれないぜ。ダメージが当たれない。いやーきついよ。っていうかこの陣形が意味ないな。流星蹴り1300。よしよし来た。あれ、この陣形で良かったのかな。じゃあエレンちゃんさすがやで。回復しよったな。よし流星蹴り行くぜ。スコールはやめてあげてやん。もうやだ。つらさん、切り落としはカウンター技だから高烈に使わせるのは悪手かも。そうなのか。え、切り落としってそうなんだ。攻撃ができない。ユリアの技ポイント少なすぎだし、これでノーラ死んだし。あー、ダメージ追いつかねえ。地走り意味ねえや。スマッシュでゴリ押すのが一番早いでしょうかね。妖精どうしましょうかね。回復、いやほっとくかノーラ。ほっとくかな。はエレンに魔王の盾つけますかね。あれもうつけてんだっけ。あ、ん、いやつけてないな。いやもうエレンだけ攻撃しててくれや。スコールどうしよう。また戻って魚鱗でも持ってくるか。エレンとラビだけでいっか。そらかんわ。ズラさん、魚鱗全員分確保が無難かも。戻りますか。は？妖精死んじゃう。ああ。傷薬あったかな。は、なんで？もう生命の水しかないし、まあどっちにしてももう回復してるからいっか相手。まあきついかな。あ、もう、え、防御したのに。いやちょっと意味わかんないかな。あ、妖精も死ぬわ。お、さっさと戻ってこれた。やったぜハーマン。はい、さよなら。け、え、ウンディーニさん連れていけない。はぁ、
いいべやもう。ファーマンさんと仲間になった時のことを思い出してみよう。魚鱗見つからなかったらリセットしてなかったことにしようかな。魚がたくさんいる洞窟だったような気がする。じゃあここ巡って魚鱗が見つからなかったらなかったことにしましょう。動かないね、動かないね。なんで動かないの？50オーラム見つけて襲われるよ。終わりかなこれで。あ、なんか入れるとこあるけど、あそこは、あそこは違う。200オーラム。あの、まあ短い洞窟だし、まあ普通に帰るか。話して。ここはカエルがいっぱい。ここ来た気がするな。もう来たんじゃねえか。あ、もう来たね。ここはもう来た。じゃあ一番上かな。4つありますよね。4つあるんだよな。4つあるうちの一番上の洞窟かな。あ、ここ来なかったっけ。あ、武器防具の開発もとっくに終わってるだろうな。本物含めて5はあった気がする。あ、ここも来てる。あ、1個開けてない。なんだと。あ、いけないんだ。じゃあ洞窟1個出してないのか。そこっていうことかな。どれだよ出してないやつ。わかんねえよ。あ、出た。あ、ここですね。はっ、ここだ。魚鱗。いやー、なんか増えた。あ、そうそうそう、ピドナで開発忘れてしまうわ。できたでしょ。アースガード、妖刀、流行で、次はまだ全員集まってないのかな。え、このこれですか。これで全員じゃないです。7人だかだったはずなんですが、あと1人はノーラなのかなと。これだけ調べてみますね今。あー、もうこの情報は私もっと早く知りたかったな。全員いる。ただその職人の振り分けは必ず武器2人防具4人にしましょうって書いてあって、私33にしてるんですよね。それもちょっと早く知りたかったな。まあいいか。いやー、あわよくばもう一回魚鱗が出てこないかなと思ったんですけど、ないようだね。ないようだ。となりますと、ハルベルト、死の弓、フランシスカ、まあ、結局最終的には全部開発することになるんですよね確か。妖精が弓持ってたよな。使うことあるかな。防具は死の指輪、ナイトキャップ、クリスナイフ、ナイトキャップと、なんとなくハルベルトで。で、魚鱗って売ってないの？あれ？なんか左にいるんだけど人、いたっけあんなの？あれ？いたっけ？え、お前らいた？あ、はい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 。開発したやつだね。さっきいなかった。ある程度進んだから買えるようになったのですね。あ、おい。やった、やりましたよ。普通にこれ全員分買った方がいいじゃん。強い。魚鱗と引き換えですけどね。20と10。え、普通に強いじゃん。交換できるだけしたいところです。あ、2個ある。どうします、魚鱗探しに行きます。では魚鱗を求めて参りますか。余裕でした。2個。よいしょ。おー、やっとだよ。おめでとうございます。ありがとうございます。これで全員魚鱗をつけました。牙のお守りは捨てていいのかな。これはこれでスコールは食らわなくなったんだけど、どっちにしても魚鱗が防御力としても高いから他の鎧はちょっともういらん感じかな。なくなるものじゃないし、使わないのはどんどん預けていっていいと思います。
騎士の鎧だけは預けといて、後の鎧は別にいらないかなっていう感じ。ローブもね、皮もね。魔王の盾はちょっと戦う時につけますか、覚えてたら。つうかハーマンさん、どうしてくれようかな。エレン、いつの間に私の体力を追い越したの？ひどいわー。私がさっき一番高かったのに。つうかユリアンにも起こされ、あれおかしいな。行くぜ。あ、なんか海底球とか出たけど知らんわ。最果ての島へ。しかしこんなのわかんねえって。大変失礼、ミュートにしていたよ。まあ、特に何も喋ってないんだけど。あれ？回復した。地走りしなくていいかもな。普通に攻撃した方がいいかもね。これ毎ターン999回復するのはほっといていいかもしれんな。スコールってよ。打ち消せたらラッキーくらいの認識で良さそうですね。お金に余裕があるなら術を何か覚えた方がいいのかもですね。あー、そろそろ術ですね。それね、地層を変えるために地走りしてたけど、なんか確実に変えれるわけではないみたいで、だからダメージゴリ押しでいいかなっていう感じなんだよね。あれ使うか、火星の砂。怪盗ミラージュさん、あれでも結構ダメージ与えてる音符。お、あれ普通に倒れた。やった、普通に倒せました。何だったんだよこいつは。おめでとうございます音符。スコール食らわねえだけでこの差である。あとは終わりですかね。ちょっと一応この中もっと調べますよ。あー、滝が邪魔くさいな。あともう終わりかな。一番奥に道場があるくらい。あれそうだっけ。今んとこです。道場ってどこですか。このすぐ次のとこでしょうかね。ここじゃなくて小さい滝の裏のところだって。魚じゃないやつです。ここか、どこだ。ここのなんだ、こいつじゃないっすか。あ、なんか竜になってる。確実に強くなっている。帰ろうかな。源流先生に敬礼。あー、いけんれい、けんれい。はいはいはい。いやん。死ぬって。ゼラさん、倒せないと思うので先生に向かって技打ってひらめいたら逃げるで OK です。あ、マジでそんなに強いんですの。普通に素で殴っていきますね。てか私エレンちゃんにやりたかったんだけどな、ひらめき。あ、ひらめいた。あ、なるほど、回復するんだ。ちょっともう一ターン行くかな。全体攻撃で全員死亡っていうことはないですよね、多分。痛そう。痛かった。エレンちゃん、私はあなたにひらめいてほしいのだよ。おめえもだぞ。そろそろ逃げないとちょっと妖精が厳しいかな。え、すげえ、倒せねえな。そろそろ貴族対策を考えていかないとですかね。にんまりかお、目が閉じていて冷や汗。いや、ええねえ。あ、やめた。よし、2人目。うわ、え、何もの。呆然とした。え、何今の。
れどれ、びっくりした。まだいけるかな、まだいけるかな、ちょっと怖い。まだいけるかな。いやそりゃきついわ。あ、やばい、死んじゃう。逃げ、ぼちぼち逃げてもいいかと。よかった、私攻撃しなくて。 LP5 残り5か。まあもうちょっともう一戦入ってもいいか。ちょ、魚超集まった。あ、源流さんまた出ました。ちょっと一回やっていきます。妖精ちょっと弓も使ってみます。槍だけでいいかな、妖精。ノーラはコンボが良いかと。カウンターに気をつけて音符。いやほんとね、カウンターちょっとどうしようもない。妖精は槍で、妖精は槍で、コンボってことは生命の杖ですよね。カウンター、カウンターどうしよう。カウンター対策で誰か攻撃しないでおくとか。まあ今セーブしたからいいや。はい、死んだ。通常技からひらめかない派生技もあるので、いろいろ試してみましょう。はい、死んだ。1回目ね。あ、ノーラのさっきの急戦ダメージって何だったの。てかこれ何も知らないで戦ったら絶対全滅するじゃないか。エアロビートは敵の HP 依存です。急戦アスカスね。わお、6000。しゃっこいしゃっこい。あはー、もう帰るか。